可愛い人形のプレゼント持ってたんだよね。クリスマスだったじゃん。資料に不備なんてないよな。後味悪いの嫌なんだよね。リサーチミスの可能性もある。調べておこう。下手くそ。うっせえよ。大丈夫だって。キューちゃんには気づかれてねえよ。いや、あいつの親探し。何のお話？どう？抱っこ。まだ食ってる途中だろ。ほらバナナやるぞ。バナナ。バナナ。ほらほら取れるかな。美味しいバナナだぞ。お猿さんみたいだな。ほらバニャニャって言ってみろ。バニャニャ。おはようございます。おはようございます。お世話になります。アンナ先生、この人たちって。ああ、今日からキリン組さんに入る宇那坂ミリちゃんとパパさんたちです。パチ。やばい。あ、ガキがいる。おお、かっこいい。ミリも悪い。ああ、ダメダメ。どうせ届かねえだろう。結果が出るまで保育園の見学でもしてこいってよ。今から近場のやつちょっとやってみっか。いかん。なんか緊張すんな。お前も来んだよ。やだ。パートナーだろ、付き合え。やだ。今日の仕事は絶対外せないって言ってたから。言い訳すんな。仕事と子供どっちが大事だと思ってんだよなあ。は、でもまたお前のせいで段取り狂っちゃったじゃねえか。うっせえ。部外者は黙っていろ。とにかくお迎えだ。急ごう。待ってろよミリー。これなら大ごとにならずに済むってわけだ。よし。え、あいつ。ミリー、おとなしくしてろって言って。ん、なんだ。おじっこ。またか。我慢しろ。ああいう時はパパって言っていいんだよ。うん、わかったパパ。お前もああいう時は自分が父親だって言っとけ。なんで。めんどくせえだろ、いろいろと。レイ君もパパなの？いや。レイパパ。違うって。レイパパ。やめろ。メリもやりたい。あ、おい。おい！パパ？パパ？無事だ！ミリのパパ？めぼしい情報はねえな。マフィアの隠し子じゃたどりようもねえ。さあなんだ。あんまりやりたくねえけど、キューちゃんとこ行ってみるか。俺も行く。お前はこいつと留守番。もやる。あ、大丈夫か？熱くねえか？ごめんなさい。何？
何これ。あいつが食いたいって言うからさ、仕方ねえやつだよ。気に入ったのか。こいつらのかなあ。ああとマジ急がねえと時間がねえ。いっ、あ、くそ、絆創膏絆創膏。よっ、おいレイ、寝てんじゃねえ。どうすんだよ一体。ああ間に合わねえ。あれ、おかしいな。今奥様に電話で確認してみます。はい。おもしもし、はい、待てが、大概にせよ。パーティーはもう始まってんだよ。さっさとケーキ持ってこんかったら踊れら玉潰しちゃるけんな。も申し訳ありません。よし行ってこい。パパどこ？はあ？届かない。なるほど。ケイ君も乗って。違う！あっち。こうだよ。キッタンバッタン。おお。楽しい。偽装書類でも何でも作りゃいいんだろ。偽装って何？嘘の書類ってこと。役所のデータベースに侵入して住民票もいじっとくか。調べられたら面倒だ。悪い家業が役に立ったな。悪いこと？子供は知らなくていい。和樹パパが保育園に入れてくれるって。やったー。はい、もしもし。和樹パパ、ミリちゃんお熱です。お迎えお願いします。すぐ行きます。お前さ、朝送った時元気だって言ってたよな。あ、鼻水出てた。ちょっ、お前な、なんでそういうこともっと早く言わねえんだよ。やめ、ちょっ、静かにしろって。何が任せとけだ。通報されるぞ。いや、けど。どうかされました？あ、いや、大丈夫っす。お、どうした？ああ、お父さんですか。え？ああ、はい、そうですよ。なあ、ミリー。え？ほら、パパって呼んで。ミリーちゃん。だって、さっきお外でパパって言っちゃダメだって。いや、今じゃねえだろ。じゃあここに入れて、そーっとな、そーっと。ごめんなさい。もう一回、もう一回。あ、うん、おお。先に行く。炭酸水しかねえわ。あのホテルまでたどり着けたのが奇跡だな。子供に聞いたのが間違いだった。もっとじっくり行こう。んで、お前お名前は？うなさかみり、4歳です。おはよう。朝だよ。あきらー。あばば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 。持ち物にはすべて名前を書いてくださいだって。は？
全部？書いてある。全部って。布団のカバーに名前を縫い付ける。どうやって？針と糸？歩かんなもん。タオルに紐をつける。紐ってなんだよ、紐って意味がわからん。どうだ、これなら辛くないぜ。うまいだろう。まあまあ。作りがいがねえな。頼んでない。あ、だよ、さっぱらからうっせえな。誰？パパ、おしっこ！え？おしっこ！レイクを押して！裏口入学とかないの？知るか！ダメ！パパも意地悪！嘘つけ！保育園行くぜ！痛い！お前、女泣かせるの好きだな。わかったよ！